ショートの頭上を越えていった。万波は二塁を蹴って三塁へ向かいます。そして加藤豪介は二塁へ。今のうまい、今ちょっと一塁回ったところで様子を伺ってましたね。そうでしたね。外野手が中堅間にふわっと返したらセカンド取ろうとしてましたね。こういう野球は新庄監督大好きですよ。加藤豪介二塁まで行きました。ツーアウト二塁三塁。これ、ね、見てたらすごい分かりやすいですよ。カーンとバットの先ですよね。オーバーランしててこれセンターの藤原が何も確認せんとふわーっと返してるんですよ、山ボールで。でショートも全くうわー分かりやすいアングル、オーバーランからふわっといったんで、もう一度